メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右のカスティーノ、対するイーグルスの先発はエースの則本、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ライオンズピッチャーを変えてきました。平井降板、左の野田、今日3人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは山下、投げました、見送ってボール。第2球アウトコース低め、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、外れました、フォアボールです。いきなり歩かせてしまいました。バッターは3番浅村、今日2打点を挙げています。直球ストライク、インローへ。第2球投げました、またも空振り。追い込んで投げた、1球外してボール。投げた、インコースいっぱい、見逃し三振。第1球投げた、ストレートはストライク。まずは入れてきました、投げた、ボール。アウトコース低め、投球は3球目、3球目ストライク、追い込んでいます。さあ4球目、膝元、スラーブ外れてボール。投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。山下一気に三塁へ、あっと送球それた、ホームへトス、イーグルス1点入りました、7対5。さあリプレイです。左バッターボックスは5番銀次、今日はここまで3打数1安打。さあ次の投球、打った、ターゲッツーになるか、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウト、チェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。満員のメットライフドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。サヨナラ勝ち、源田サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。